アメリカではインクペインって普及されてるんですか？ですね、アメリカの法人のですね、96% ぐらいが求人ですね、はい、あの新入社員やるアルバイトを集めるのに、はい、リンクトインを使っているというのが最近のデータです、ね、96? ほとんどですね。ほとんどなんですね。だから使ってない会社を探す方が珍しいというぐらいですね。でそれが今のアメリカのそのリンクトイン事情ですね。はあ、ということはどういうことかというと、大体日本っていうのは3年遅れてですね、Twitter も入ってきたし、Facebook も入ってきてるんですね。だからリンクトインもまだほとんどの今の状態ではほとんどのリンクトインって何ですかって話だと思うんだけども、3年ぐらいになると、で Facebook も3年前で知らなかったじゃないですか、ほとんどね、それと同じです。だからリンクトインも3年後には、まあ、90%何まではいかないにしても、かなりの部分っていうのが来るんじゃないかというふうに読んでますね。ということで、あのリンクトインというのが普及することによって、あの普通に仕事を探している人もより自分に合った仕事を探せる、今よりももっと給料が多い自分のやりたい仕事を探せるという部分もあるし、企業側としてはもっといい人材、優秀な人材、あるいは自分の会社に興味を持ってくれてるそういう熱心な人を集めるということのすごいそのポテンシャルのある、まあ、マッチングサイトじゃないです、ビジネスマッチングのサイトというふうに考えると分かりやすいと思うんですけども、あのこういうことをやりたい人とこういうことを求めてるビジネスのマッチングをすごくうまくやってくれる SNL という意味で非常にポテンシャルのある SNS なので、私は非常に注目してるんですよね。なんか今のお話だと非常にサラリーマン、あるいは人事担当者には非常にいいなと思うんですけど、じゃあのその他の例えば自営業とか、そういったまあ、これを見てる方にも多いと思うんですが、そういった方にもですね、あのリンクトインをこうおすすめしたい業種の人っていうのはいくつかのパターンがあるんですけども、一つは仕事を今さっき言いましたような仕事を欲しいっていう人、もう一つはこういう人を採用したいっていう人、これが一つあります、もう一つ全く関係ないのと業種としては、一つはスペシャリストっていうのがありますね、専門家、専門職、で例えばどういうのかっていうと、プログラマーでも何とか言語とか言ってすごい珍しい言語とかありますよね、例えばそれを書ける人を探すっていうのをリアルで探すとするとなかなか見つからない、少なくともアルバイト雑誌に出しても絶対見つからないですね。例えば日本でそれを使える人が100人ぐらいしかいなかったとしたら、それを見つけるっていうのは非常に難しいですけども、リンクトインを使うとその人が持っている能力とか資格とかでも瞬間に検索できますので、1分あれば候補の人が見つかるわけですね、そうするとすごい 楽ですよね。そうですね。だから、それは極端な例なんですけども、スペシャルな才能とか能力とか資格とかそういうものを持っていれば持っている人ほど、まずあのリンクトインというのはやるべきですね。それとはまたもう一つ別で、普通のサラリーマンの方に私はやっていただきたい。で、普通のサラリーマンの方、例えば IBM の社員の人というのがいますけども、IBM の社員の人は Facebook ページで IBM のやつを立ち上げちゃうとやばいですよね。まずいですね。ちょっとやばいですね。社内規定も引っかかるし、そんなこと言ったら IBM のホームページ、Facebook ページだけで何百もできちゃうわけだから、それっていう使い方はできないですよね。そうすると IBM の社員の人は実は IBM に勤めてるってことはすごいステータスというか、ある種すごいことですよね、だけどそのメリットって生かしようがないんですよ、なかなかね、だけどリンクトインの場合はどこの会社でどこの部署でどこの課でどういう仕事をしてるっていう部分まで全部プロフィールに書き込めるから、むしろ外資系企業なんかは今それを書きなさいっていうふうに指導してます。そういうぐらいですね。それを一般公開する？そうですね、公開するのが当たり前で、今日本なんかの場合もそういう外資系企業の会社は非常にたくさんの日本人が登録しているっていうこともありますけども、そういうことによって例えば何かその町工場の人がねすごい技術を開発したと、これをなんか世界に広めたいと、例えば IBM の営業の人に広めたいというふうに思った時に、普通に電話かけて IBM の営業の人に私こんなすごい発明しましたけどって言ってもガチャンって切られると思うんですよね、おそらくね。だけどもリンクトインであればその適切な担当者に直接アクセスが取れる、だからとりあえずこういうことがあるんで会ってくれませんかって言ってもとりあえず検討してもらうぐらいのレベルまでは行きやすいのですよ。個別の担当者にこう連絡を取りやすいというですね、そういうある種営業ツールとしてのポテンシャルというのは非常に面白いというか
そういう可能性もあるということで、リンクトインってちょっと面白いんじゃないかと私は思っています。